15件についてなんですけど、高橋さんを立てられた経緯、刑法に反する可能性があるみたいなことでしたら、かなり重要問題で、これ、調べたら、少し調べたら、多分判明する可能性があったと思うんですよね、身体検査が甘かった。とといいうことは例えば若い女性だったら 擁立したら、まあ、いわばあの票が集まるんじゃないかというふうな、そういったです、ね、あの党としてのある意味。まあ、女性からすると偏見だと思うんですけども、こういうふうな甘い考えがあったのではないでしょうか。あのご批判はまんじて受けたいと思います。で正直、申し上げて、あの男性から質問しづらい件もです、ね。えーまあ、その選考過程の中でもあったように聞いております。一つの改善策として。 え、選定プロセス、あるいは選対の部局にですね、え、女性を入れて複数の目でチェックすると。